歴史的快挙を果たしました。今日夜8時半さあ行け、はい、守らない、攻める気持ちです。ただ金銭どうか、ついた、グリーン、日本、日本勝ちました。史上初の金メダルを獲得したフェンシング男子エペ団体、世界ランキング8位の日本が見せた快進撃、その始まりは初戦の大逆転劇でした。団体戦は両チーム3選手が総当たりで3分を9試合戦い、先に45点を取るか、試合終了時の合計得点が多かったチームの勝利となります。アメリカを相手に第7試合を終えて6点ビハインド、後がない日本は第8試合、リザーブメンバーの宇山賢選手を起用し勝負に出ます。もう一度、日本ポイント、ナイスです。はい、身長190センチ、長いリーチを生かしポイントを奪うと、ここから連続でポイントを奪い、これで3点差。残り50秒、きた、ナイス、2点差、ナイス、よし。宇山選手の活躍で2点差まで追い上げた日本。第9試合アンカーはチーム最年少23歳の加納光輝選手。北京の太田雄貴さんの銀メダルでフェンシングに興味を持ったという加納選手。これで1点差、残り間もなく2分、リードを保てばアメリカ勝利。いく、同点、残り2分、ついに追いついた日本。さらに本来の力を、ね、存分に発揮してほしい。逆転、素晴らしい、日本逆転。苦しみながらも日本は1回戦勝利します。続く準々決勝、相手は世界ランキング1位、オリンピック3連覇中のフランス。最終第9試合、日本は40対41と1点負けている状態。ここから3連続で相打ち、両チームにポイントが入り43対44、1ポイントでも奪われると日本の負け。かわして、かわす、すぎるか、ついた、どうです、よし、追いつきました、日本44対44、これで同点、最後の一本勝負、勝負の可能。どうか、当たった、逆転、ついた、日本45点、よし、世界ランキング1位のフランスを撃破する大金星を挙げました。準決勝で韓国を下した日本、決勝の相手は ROC。この舞台を加納選手の母校岩国工業高校、宇山選手の母校高松北高校、さらに宇山選手の父正隆さんも見守ります。3ポイントリードで迎えた第5試合、宇山選手が多彩な攻撃を見せます。相手は世界ランキング2位のセルゲイ・ビダ、身長190センチの長いリーチを生かしてアタック。さらに、宇山選手の得意技、しゃがんで攻撃を避けるダッキングをしながらカウンター、格上を圧倒します。そして4ポイントリードで迎えた最終第9試合に加納選手が登場。後ろに下がると見せかけカウンターアタック。そしてさあ行け、はい、守らない、攻める気持ちです。ただ金銭どうか、ついた、グリーン、日本、日本勝ちました。日本フェンシング界悲願の金メダル。
北京大会の太田雄貴さん、ロンドン大会のフルーレ団体を上回る史上初の金メダル、歴史的快挙を飾りました。エペの時代が来るとお話になっていました。来ましたね。来ました、ついに来ました。もう日本のフェンシングはエペの時代です。自分の今までのフェンシング全てをぶつけようと挑んだ試合なので、今振り返っても悔いはもうないです。先輩たちが繋いでくれたこのリードだったので、もう必ず守り切って金メダル取るっていう、もう強い気持ちを持って最後戦いました。みんなのこのエペ陣で勝ち取った金メダルです。本当に応援ありがとうございました。歴史的快挙に喜び涙する夫婦。あの4人だったらもう私の子供と同じですからね。全日本の子供たちがグローブをつけてくれて、同じ舞台で戦えるということは、ね、もう最高ですよ。実は細川さん、フェンシング日本代表のグローブを北京オリンピックから4大会連続で手掛けているといいます。小指をもっと狭くしてほしい、手のひらの部分をもっと締め付けてほしい、まあ、いろいろこう要望がありますからね。選手村に入る1週間ぐらい前や思いますわ。開幕ギリギリまで調整して作ったグローブで獲得した金メダル。申し訳ございません。一生の宝ですわ。お互いがご苦労さんの一言ですね。それとありがとうございました。もうそれだけですわ。試合後、選手から細川さんにメッセージが。世界一のグローブだと思ってますし、世界一のグローブつけたからには世界一にならないといけないと思いますし、まあ、その世界一のグローブで取った金メダルが今回の金メダルだと思います。細川さんには本当にありがとうという気持ちでいっぱいですし、また会って直接お礼を言いに行きたいなと思ってます。いや本当細川さんにも、ね、おめでとうございます。お疲れ様です ね、 お伝えしたいですけど、はい、そういうあのグローブのような細部までのこだわりがあって今日の、ね、金メダルだと思うんですけど、ね、本当にあの瀬戸際に追い込まれてからの逆転勝ちで、うん、本当一気に勢いがついきましたし、ね、あの混合ダブルス、はい、卓球の思い出しませんでした、はい、あなるほど、確かに、はい、この勢いと言いますかね、はい、うん、それがなんか今日の、ね、金メダルに結びついたと思うんですけど、うん、本当にあのフェンシングの面白さはここにありっていうのを見せてもらいました ね、 ね、本当に瞬き厳禁と言います。本当に一瞬の戦い、本当にフェンシングの魅力。